よいしょ。今日もね、日中暑い予報なんでね、ちょっとまくタイミングってその、どのタイミング、朝がいいのか夕方がいいのかもちょっと分かんないんですけど、まあそんなに気にしなくてもいいのかなっていう感じなんで、ね、とりあえずあのフルボテツの時もまあそのまくタイミングまではちょっと意識したことないんで、まあ、負ける時にまくと。ただあの雨だけはね、もう降ってる最中とか雨降る前だともう流れちゃうんで、まあ、天気の続く日ないしは最低でも1日くらい晴れ間があるようなタイミングで覚えてました。まあ、巻く感じはあの粒があるわけじゃないんで、細かい目のハスのハス口でも十分巻けます。これでね、フルボテツよりはそのコストですね、計算したんだな、いくらだったかな、3分の1くらいで済むような感じだったな。フルボテツって3000、4000までいかないんですけどするんですよね。で希釈倍数1000倍なんで1リッターだと1000リッターかな。そうですね、1000リッター作れるんですよ。そうするとリッターあたり 3. 何円みたいな世界だったと思うんですね。であと単輪鉄、鉄ミネラル液は基本的に、まあ、鉄がねただで、まあ、釘なんかはあればそのまま使えますし、まあ、別に鉄であれば何でもいいんで、まあ、ご家庭にあるちょっと錆びたようななんか使いたくなった鉄を探せばただですし、ティーバッグはね、何百円ですよね、50個入って。これ54袋入ってるんですよ。で、400円だか500円だか、まあ、いずれ300円だか400円くらいしかしないですよね。3個で20リッター作れるんで、計算するとね、いずれ1リッターあたり1円しないんだな。まあ、ティーバッグだけの値段なんですけどね。フルボテツ。フルボテツを使って、鉄分を補給、クラピアに補給するんであれば、単輪鉄の方がね、まあ、聞けばの話なんですけど、聞けばという言い方割りが、まあ、農画機を見れば、当然効能を見ればね、大体フルボテツと似たような効能なんですけども、約3分の1くらいで同じ効果が得られると、費用面でも助かりますよっていうことですね。です。皆さんもちょっと試してみてくださいっていうのもねあれなんですけどね、ちょっと私が試してみますんで、まあ、結果が良かったらまだご報告しますんで、それからでもいいんで、作り方とね、使い方は今説明しました。はい、以上です。まあ、タンクですね。こうなんか水ね、キャンプなんかで使えると使ってますんで、こんな感じです。茶っ葉のパックは上の方に入れてます。まだ下に沈んだ組がまだ見えてきてます。よいしょ。この植栽シートのところをちょっと重点的にしても、こうなんていうのかな、植栽シートをどうのこうのっていうわけじゃないですけど、直上のそのクラピアを見てるせいか、こう成長がね今一つっていうのはこうどうしても気になるんですよね。どうもこう株元が茶色っぽくなるっていうか、まあ、病気ではないんですけどね、夏枯れっぽくなってしまうんですね。直上だとここまでこうならないんですけどね、やっぱりこう植栽シートの上っていうのはそういう傾向があるのかな、なんて今思いながら、今まで直接土にしか植えたことがなかったんで、あまり気にしたことなかったんですけど、植栽シートはやっぱりこの株元がですね、こうダメージっていうんですかね、あまりうまく育たない傾向がありますね。
広がってしまえば少し落ち着くのかなと思っていたんですけど、やっぱりこう株元のちょっとこう茶色い葉が目立つのが収まりません。なんでここに鉄ミネラル液、タンニン液がね効いてくれるかなってちょっと期待して散布してました。